あなたの人生は何ですか？1、あなた方は明日何が起こるかを知らない。あなた方の命はどんなものであろうか。しばらくの間現れて消えてゆく霧に過ぎない。2、まことに人は虚しい影のようにさまよう。まことに彼らは駆け回り富を積み上げるが、誰がそれを納めるか知らない。3、私の命が風のようであることを覚えておきなさい。私の目が再び良いことを見ることができないでしょう。4、神が彼に言われた。愚かな者よ、あなたの魂は今夜取り上げるだろう。そしたらあなたが用意したものは誰のものになるのか。あなたの罪は神様の血潮ですでに許されました。罪、罪人たち、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そこには彼らの氏も死なず、火も消えることがない。1、人は誰でも罪人として生まれたので、死んだ後は地獄に行きます。義人はいない、一人もいない。2、一番気の毒な人は、この世で苦労して死んだ後も地獄で永遠に苦しみを受ける人です。人が全世界を設けても自分の魂を失ったら何の得になろうか。あなたは必ず救われなければなりません。3、あなたを地獄に送る罪はすでに許されました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。4、霧のようなあなたの命が消え去る前に罪が許された事実を信じ、次のように祈ってください。偉大なる神様、私は罪人です。神様がこの世に肉親を持って来られて、十字架で血を流し死なれたこと、葬られたこと、そしてよみがえられた事実を信じ、イエス様を救い主として受け入れます。今私の心に来てくださり、地獄から救ってください。罪人である私を救ってくださって感謝します。これから神様の御言葉に従っていきます。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。